はい、おはようございます。6月の6月の4日、すごいな、6月の4日、日曜日の朝の見回りに行きます。これはいいのでしょうか。何がですか。牧場の仕事じゃないけど、これもルーティンの一つでしょうか。はい、はい、はい、不審者です。不審者よ、半沢さんで犯人で、フニタンの黒いつなぎでこれかぶったらまさに半沢さんになるで、夜道を歩くと誰にも見つからない。頑張るよ、跳ねられても気遣い、うん、はい、美味しいね、美味しいよ、食べな。はい、おたしちゃんです。傷屋ですね。カラス、あ、なんか最近カラスがここにいることないですか。あ、そうなの。うん、で、なんか、あ、餌欲しいんじゃんかな。いや、最近残すんだ。残しちゃダメだよ、食べられちゃうよ。前いたし。いたの。あの、なんか黒いのいんなと思ったらでかいカラスだった。それはまずい。ここにいた。食べ残しはしまうか捨てちゃうかした方がいい。他の猫がさ、来てくれなくなってんだ。なぜか。あ、うん、食べ残しを食べてくれなくなって、まあ、それはいいんだけど、別に、うんうん、ねえ、他の子が、猫じゃなくてカラスが来るんだったら食っていいよそうか、ていうか、まあ、しまいましょう。そのうちここにも猫がいなくなるんじゃん。はい、同じ埼玉県でも浦和の方は大変ですね。何が？越谷から西浦和、はい、南浦和、水浸し。嘘、昨日私浦和に行ったんですけど。あ、そうなの。全然大丈夫だったよ。あの、電車の沿線の田んぼが氾濫してる。あ、でも確かに電車はちょっと遅延してた。とか露天風呂の傍らで土砂崩れみたいなね。あー、それは良くない。昨日ツイッターで流れるそういうやつを見ながら高みの見物をね、身の危険を感じる。ここ晴れてんなと思いながらよ狭い。もう暑い。よいしょ。もう暑いね。ね、暑いですね。いい天気。はい、今日もまた倒れてますね。また。はい、しかもなんか折れてるし。そうなんですよ。昨日もそんなに風強いかな。いや、風なのかお客さんが倒したのか。いや、倒さないし、お客さんは倒さないと思うんですけど。いいよ、折れてる、終わってしまうね。まあ、それはしょうがないよ、もう治らない。下もなんか画鋲かなんかで買っちゃってもいいかもしれない。それ画鋲で止まってんの。ん、ビス。あ、ビスだけど、まあ、そのうちね、臨時だし。そうですね。あれ、今は何を、卵取りかな。はい、もう何やってもいいよ。うん、おはよう。うわ、水がすごいな。
水浴びがし放題あった。あった。結構遠い。蹴っていいんだよ。あ、でも蹴ったわ、あれそうな卵。おはよう。14。うん、13側にある。卵の上でおしっこしないでね。白いな。怒らないで。白いけど割れそうな卵ではない。うん。白目。でもしっかりしている。うん。おはよう。昨日はさ、うん、昨日は農場長がバケツに入れてただけで割れた卵が、ああ、たまにやります。いいよ、まあ、それはダチョウに食べてもらったんだよ。いしょ。それさ、並木屋のダチョウにあげた。ああ。割れた卵をさ、なぜ並木屋、え、食べるだろうって。足が痛い。足が痛い。シャトルランなんて急にするもんじゃない。あ、そう、それはもちろん。シャトルランやってください。お金払われてもちょっとやりたくないです。何回できる？最後にやったのが多分中3とかで。うん。あんまり覚えてないな。運動は得意ですか？あまり。体育は好きですか？嫌いです。え、50回ぐらいじゃない？マジ50。あ、でもその学生と、学生というか、やりますね、中学校当時でも。はい、もう、うん、僕より1回多い。昨日の僕より1回多い。多分そのぐらい。長靴でやったのが間違いだった。あ、それはもちろん。あとアスファルトだよね。そう、それはきついです。体育館で、体育館シューズだったらまだいけるんじゃない。え、シャトルランって外じゃない？え、体育館だった、ずっと。え、シャトルラン外だったの？うん、炎天下の中やってたよ。それはなんか私の知ってるシャトルランじゃない。体育館でやってました、ずっと。体育館だとなんか消耗がなさそう。あまりないよね。俺ら太陽カンカンの中やったよ。だから記録があれなんじゃないか。すごいね、農場長それで長靴で90。あ、農場長はちゃんとしたランニングシューズ、うん、ランニングシューズか。でも炎天下で。すごいね。俺もリベンジしよう。炎天下だったら私20回も行かないかもしれない。俺もランニングシューズでリベンジしよう。すごい、リベンジしようと思えるのがいい。運動で疲れるのは別に楽しいから。じゃなきゃ毎週テニス行かないでしょ。あ、テニスの疲れとシャトルランの疲れは違うと思うな。まあ、持久か瞬発か。テニスはなんかそう、ボールを取るという面白さがあるんだけれども。え、シャトルランも面白さある？何それ。え、あの音楽に間に合わせたい。あ、楽しくないです。というわけで私は辞退しますので。反復横跳びは？反復横跳びだったら30秒で終わるんでしょう。ならやろうかな。いいね。反復横跳びとか握力とか測定できるならやってみたい。握力測定ね。ね、器具がないけど。俺が最下位かな。あ、でもあれじゃない？あの、よく売ってるさ、あの、握力を鍛えるさ、売ってるじゃん。うん、売っている。あれをさ、何個か買ってきてさ、うんうん、そのできるかどうかでもそいつの握力分かるんじゃん。おお、まあ、ある程度数値化できなくても。そうだね。はいよ、みんな。ライク。
かな、ちょっと詳しく見えないですけど、ね、たまに埋まってんのよね、え泥に最近。あおはようスプラ。でもないね、ない感じですね。もう泥浴びになるよな。あでもこの辺は乾いてていい感じ。ああったあ見る角度でしたね。ありました。取りやすい。うん取りやすい。あ本当だ見えますかね。最近産んでくれる卵を探せ。見えますかね。ダメだよ、蹴んなよ。あ危ない。スプラ。あちょっと首出してここから首出してんこの蜘蛛の巣を取って首で、はい。ダチョウに蜘蛛の巣取らせない。誰のなんでしょうね。産む子は決まってんのかね。ん誰が産んだか分かる。え、分かんない。よスプラ、ごめんよ。よいしょ、危なあ、でも、うんすごく立派な卵。若いダチョウが産んだとは思えないようなずっしり卵。1400ぐらいありそうですね。なるほど。1500あるかもしれない。よくやった。もっと産め。君か。絞れ。産んだのか。絞れ。全部絞り尽くせ。絞り出せ。よいしょ。なんならこのカメラの前で出してくれ。ねえ。よ。トンちゃったらプリって出ないか。ガーガーじゃないんだからそんな簡単には産めない。ガーガー。わかるか視聴者。たまに金の卵産んでくれますね。そうね。プリッと。わかんない。ダメよ。いつカメラを噛んでいいことになった。ああそれがさ、クエストになってたりするよね。うん、楽しかった、あの卵運搬。走ると突然、ああ、ガーガーの卵は、うん、ガーンって懐かしいな。あとさ、後ろからさ、ファンゴに突進されたりする。イノシシが突進してきて、そがーってなるね。なるね。そう地味に難しいよね。そうそう。様々な敵を、あの小型の恐竜？ジャギーとか。あ、そうそうそう。あいつらに襲われると落としちゃうし。あいつら飛んでくるしね。はい。あとじっとしてたらじっとしてたでさ、でかい虫が寄ってきてさ、うん、ブスって刺される。バッ。で、間違って回避しちゃって落とす。そうだね。話頑張ってこうゆらゆらと避けなきゃいけない。そうそうそう。はい、卵回収はこんな感じですね。はい、はい、以上です。じゃあね。じゃあね。